ニガナは、菊花の多年草である。露坊、電波多、山谷に普通で、環境により、多形を示し、日本全土、東アジアの温帯、亜熱帯に分布する。高さ約40から70センチメートルで、茎は、上部が枝分かるし、白汁を有し、苦味が多く、和苗の由来にもなっている。根室葉は、柄が長く、形用は、木部が茎を抱き、下のものほど細長い。 5から7月に黄色の五弁花に見える絶帖花を5から7個持つ頭花を三畳に開く。湯髄は筒状に合着し、先が2つに分かれた飯部を抱く。沖縄料理で野菜として利用する苦菜は細葉和団という別種である。調理法は汁物やかき揚げ、葉を細かく千切りにし、島豆腐とピーナッツで白あえにするのが一般的である。 現在は苦味の少なく栽培されたものが市場に多く出回っているが海辺で自生しているんじゃなは苦味が強い。沖縄県では昔風で熱がある時は太陽と一緒に煮込み煎じ薬として食べた。沖縄民謡のわらべ歌であるうまくゆかまでへの4番と5番ではんじゃなばあと太陽が歌詞として出てくる。木村修司、黒沢博光。 大衆館現代緩和辞典大衆館出版1996年12月10日発行岩月秀明街でよく見かける雑草や野草がよくわかる本集和システム2006年11月5日 ISBN4 から 798014850P85 ありがとうございます